マイタウン水戸この時間は水戸市の話題や情報をお送りしていますおはようございますコンアキコです九月は水戸市男女平等参画推進月間です水戸市では男女平等参画などをテーマにさまざまなイベントを開催しています今日は水戸市男女平等参画課の係長近藤真理さんそして主事石川しおりさんにお伺いしますまずは 近藤さんに、はい、この水戸市の男女平等参画化では、これまでどんな取り組みをししてきたんでしょうか。はい、えー。水戸市では平成13年9月に、水戸市男女平等参画基本条例を制定して、同年に男女平等参画に関する国内最大の会議である、日本女性会議2001水戸を開催しました。え その後、男女平等参画社会の実現に向けた施策やさまざまな啓発活動など市民の方と、えー、事業者との連携と共同によってさまざまな取り組みを実施しています。市では、 条例を制定した9月を男女平等参画推進月間と定めて平成17年度から毎年広く市民や事業者の方々への理解と関心を深めるための各種事業を市民団体と共同で実施しています。う およそ20年にわたって事業を実施されているということなんですねでもこの20年で男女平等に対する社会的な認識とかあと問題意識いろいろ変化してますよねはい女性活躍や男女平等参画の推進に関わる国内の状況は大きく変化しています、はい、例えば働き方改革の進展やハラスメントへの関心が高まったり 性的マイノリティのの方々への配慮が求められるようになってきてきいま,すまた、国連で採択された SDGs ・持続可能な開発目標において世界のさまざまな課題解決に向けた重点目標の一つに男女平等が掲げられ国際的にも男女平等参画の推進が重要な課題と認識されています。 国際的にも重要視されているこの男女平等参画ですけれども現在というのはどういういい、状況なんですか。はい、実は男女平等に関する現状はまだまだ問題を抱えています、はい、これまでも世界経済フォーラムが公表しているジェンダーギャップ指数では日本の順位が低いことが認知されてきました。はい 2022年の報告では146カ国中116位の結果になっています。はい、また内閣府男女共同参画局による令和3年度性別による無意識の思い込みアンコンシャスバイアスに関する調査研究によると、はい、女性は仕事を持っても家庭を優先すべきだという考えなど男性は仕事女性は家庭。 という性別役割分担意識が男女ともに根強く残っていることが分かりました、はい、その他平成30年の水戸市が実施した男女平等参画に関する市民調査によると男女の優遇度に関する認識について男女とも平等という回答をした人の割合は全体の10%程度という低い結果が出ています、はい、男女間の格差がどこにどのくらいあるのか といいうのがが見えづらい現状があって男女平等参画を推進する意義が市民の方々に十分に理解されていないということが課題になっていますやっぱりこう平等というまでには、まあ、いろんなハードルがあるんですね、うんうん、こういった問題を受けて水戸市の男女平等参画課では1年を通してどんな取り組みを行っているんでしょうか、はい、主に4つの取り組みを行っています、はい、1> 1つ目は 男女平等参画や女性の活躍を推進するための講座やセミナーなどの開催。2つ目に、意識啓発のための情報発信。3つ目は、相談窓口の設置です。はい、日常生活などで、悩みを抱える方々からの相談に応じられるように、メールや電話による男女平等や性的マイノリティ、女性の労働に関する相談窓口を設置しています。 そして4つ目がイベントや啓発活動の開催です、うん、では9月の男女平等参画推進月間事業ではどんなことが行われるんですかはい実は9月の10日までに映画祭などすでに3つの事業を実施しています、はい、さらに今後開催される事業を3つご紹介したいと思いますはい。まず1つ目教えてくださいはい9月の17日土曜日 午後1時半から水戸文化交流プラザ5階、えー、50150に研修室で開催する男たちは兜を脱いだか本年の座談会という講座です。はい、男女平等三角社会の実現に向けてファシリテーターの意見をまとめ あの進行役となる方ですねその方と男性のパネリスト4名による座談会を開催しジェンダー平等について理解を深めるとともに一人一人が行動できることを考えます、うん、タイトルにもありますが男たちなんです、ね、そうですすねねそうんはい、でこの講座では女性側からあの意見が発せられることが多い男女平等参画について男性側からの思いや意見を 聞く機会となるものです特にあの男性たちが抱えている男性の生きづらさなどについて聞くことで男女平等参画を多面的に現状を知ることができると考え企画されました、えー、当日は茨城キリスト教大学教授でジェンダー問題などに取り組む中島美奈子先生をファシリテーターとしてお迎えして異なる年代の男性4名 とともに座談会形式でお話をします、はい、当日はその4人の男性からそれぞれが育ってきた時代の中での男女平等にかかる体験や感じていることを話していただきます。はい、さらに参加者との意見交換を通して男性女性それぞれの生きづらさやジェンダー平等についての理解を深めるとともにこれから私たち一人一人が行動できることを探求し,します。 なるほど主催団体のえ大学女性協会茨城支部水戸の方からは「男とはこうあるべき」という兜を置いた茨城県在住の男性4人の座談会を行います30代から70代までの方々それぞれの生き方から何か今後のヒントが見つかるかもしれませんぜひご参加くださいとのコメントを頂い,いております 30代から70代までまた幅広いところも興味深いですねはいはい。あそれでは2つ目の授業を教えてくださいはい2つ目のえ授業については今知るべき lgbtq 当事者の思いを聞いてみようという講座です、はい、9月24日土曜日午後2時から水戸文化交流プラザ6階の大会議室で開催します、はい 性の在り方やハラスメントなど LGBTQ についての基礎講演とパネラーー4名によるトークセッションを開催します、はい、性的マイノリティの、えー、総称として表現される LGBTQ については日本でも多くの自治体で制度整備や行政サービスなどが始まっています。はい しかし当事者の方々が日常生活において周囲の何気ない一言に傷つき悩むことがある現状もあります、はい、誰もが自分らしく生活できる社会の実現のためには市民事業者の方々などへ性的マイノリティに関する誤解や偏見をなくす啓発が必要ということです、うん、この講座では NPO 法人レインボー茨城 という LGBTQ 支援団体の会長であるアスカ・トアさんにご講演いただき、その後、4名の当事者の方などとトークセッションを行います。さら、はい、に、水戸市内にこの当事者団体があるということを知っていただき、はい、性的マイノリティに関して悩みを抱えている方々や、その家族などが気軽に相談や交流ができるようになるきっかけにしたいと考えています で今回主催団体である NPO 法人レインボー茨城からは当事者から性的マイノリティを取り巻く状況を直接聞くことで他人事ではない身近な課題であるということを実感できると思います水戸市と共同で開催することにより多くの方に参加していただき性的マイノリティについて考えるきっかけとしていただきたいとあのコメントをいただいております なるほど、ね、そういった事業がありますそして3つ目の事業については石川さんにお伺いします石川さん3つ目どういった事業なんでしょうはい3つ目はヒューマンライフシンポジウム2022です、はい、今年は未来へつなぐメッセージというテーマで開催します、はい、こちらのイベントは10月9日日曜日午後2時から 水戸市役所で開催予定ででですす。が、オンンラインでも配信します<ー>水戸市では性別にかかわらず、はい、市民一人一人が自らの意思で社会のあらゆる分野に参画し個性と能力を十分に発揮できる男女平等参画社会の実現を目的にさまざまな分野で活躍されている方を講師としてお招きして平成4年度からヒューマンライフシンポジウムを開催しています。はい 今年で29回目の開催になりますす、えー、今回のシンポジウムは2部構成になっていますまず第1部では「共に生きるとは何か難民の声家族の歴史から考えた多様性」と題した基調講演を行います、えー、講師として現在東南アジア中東アフリカや日本国内で難民や貧困災害の取材を進めている フォトトジャーナリストの安田夏樹さんにおお越しいいただきお話を伺います、はい、安田さんはご自身でも認定 NPO 法人、ダイアローグ・フォー・ピープル副代表として戦争や差別、貧困といった社会問題の支援にも取り組まれておりこれまでの取材などのご経験から共に生きるとは何かについてご講演いただきます。はい、第2部では SDGs、地域、ジェンンダーーーをテーマにトークセッショ進行役としてのモデレーターは茨城大学人文社会科学部准教授の横溝玉樹さんゲストスピーカーは常盤大学常盤短期大学学長の富田恵子さんと安田夏樹さんです、はい、主催団体の NPO 法人 MITO21 からは シンポジウムを通して、男女平等参画について考えてみませんか、お申し込みお待ちしておりますとのコメントをいただいております、うん、そうですね、もう3つ事業がこれからもありますからね、その参加方法なんですが、どのようになりますかはい参加するためには、各イベントごとに事前予約をいただくことになっております。詳細は水戸戸市市ホーームページに水戸市 男女平等参画推進月間ヒューマンライフシンポジウムそれぞれの紹介ページがありますのでそちらをご覧くださいまた広報ミト8月15日号9月1日号でも各イベントの詳細が掲載されています皆様のお越しをお待ちしておりますありがとうございましたありがとうございましたぜひ皆さんご参加くださいマイタウンミト今あきがお送りしました